お待ちしていましたよ。やはりあなた方でしたか。ようこそおいでくださいました、インドの、いえ、リーシャさん、ロイドさん、マクダエルのお嬢さんもご無事だったようで何よりです。アランドール少佐もお久しぶりですね。前に契約を結んで以来だったか、博覧流殿。その説はお世話になりまして、いや、しかしクロスベルも大変なことになってしまいましたね。神様が運よく共和国に戻られた直後だったことだけは幸いでしたが。ええ、まさしく行幸かと。不調での連絡感謝します。姿が見えないようですが、イリアさんとキーヤちゃんはどちらに？どうかご安心を。あちらの砦でお待ちいただいています。万が一お怪我でもあればことですから。やっぱりか。調印式の騒動に現れない時点であなた方の立場は察していました。新総統と取引したんですね。お見通しとは信用がない。いいえ、信用の賜物とも言えますか。再独立後のクロスベル支社の経営方針を模索中、新総統閣下から打診されましてね。本国の長老方も納得の上で取引に応じさせてもらった次第です。あなたという人は。何度か協力を結べたと言っても、彼らは彼らということでしょう。それにこの方位と間合い、こちらの戦力も完全に把握して準備を整えたみたいですね。さすがはインドの。ええ、実は善意の情報提供者がいまして、万全の体制で迎えさせていただきました。情報提供者、まさか。いや、レクターさんじゃない。彼が相当に通じているなら、黒の英雄を退けてまで俺たちと合流する理由はないはずだ。あ、確かにそうですね。やれやれ、アーマちゃんつうか、博覧流もせこい真似をしてんじゃねえっての。これは失礼。あなた方も余計な真実を知るよりは、彼を疑っていた方が幸せかと思いまして。余計な真実だと。そうか。調印式以来バニングスたちに接触した人間は限られている。おそらくはアルモリカ村にいた誰か、それも詳しく戦力を伝えられる程度には親しい人物しかありえないわけか。え、一体それは。リーシャ、え、サンサ、どうしてここに。まさか。うん、全部教えたよ。支援家とリーシャたちが村に来ていることも、前に店に来た赤毛の人がいることも。一体彼女に何をしたんですか。まさか暗示か何かを使って。ご存知かとは思いますが、あいにくそこまで器用な真似はできません。我々はあくまで情報提供を受けたまでです。どこまでもご友人を思うけなげな彼女にね。リーシャ、一緒に町に帰ろう。新総統の言う通りにすれば世界はもっと良くなるでしょう。リーシャも、もう危ないことをしなくて済むんだよね。
な、サンさん、私が心配させたせいで。リージャ、あのオーラはまさか調印式の時の。どうやら本人すら気づかねえうちに取り込まれちまっていたみてえだな。そして何らかのトリガーで発言し新総統に従属させる、そんなからくりだろ。そこまでなのか。一体どういう力なの。もろもろの推察は町へのご送中にでもご自由に。ラウは支援か、インドの友どもこの場で拘束させてもらう。悪く思わないでいただこうか。東方武術の使い手たちか。待って、こんなの約束が違うよ。リーシャたちに手は出さないって。サオさん。サオ、あんたは。ご安心を。少しの間眠ってもらっただけです。心配せずとも仲良く一緒に町まで送って差し上げますよ。来るぜ。思い通りになってたまるか。迎撃するぞリーシャ。了解しました。後悔するマスラー与えません。全力でサポートするわ。キーヤちゃんたちのためにも。悪いが覚悟していただこう。やめる前、レイン、知らない。来い。ゴーキです。そこだ。俺の番かよ。さあ、盛り上げていこうぜ。さて、お遊びはこれまで。ナイスオブレベル。そんじゃあばよ。私の番ね。アークス駆動。よし。行くぞ。せい。見切った。これで決めるわ。
しません。ありがとう。さて、お遊びはこれまで。
ぞ。やめ。行くぞ。セット、今だ。ショーキ、俺の番だな。セット、よし、さあ、行くぞ。とどめだ、タイガーチャージ。いいぜ、さあ、盛り上げていこうぜ。さて、先に行かせてもらう。よし、やっやった、レベルアップ。さすがはインドロ。かつての契約相手だろうと、もはや容赦するつもりはありません。イリアさんとキーヤちゃん、サンさんも必ず返してもらいます。なんという動機だ。今の彼ら相手ではさすがのラウでも一歩届きませんか。申し訳ありません、サオ様。キーヤたちを置いておとなしく引いてくれ、サオさん。このメンツならたとえ相手があんたであろうと。さて、そうしたいのは山々ですが、あいにく見届け役が来ていらっしゃいましてね。何？手を焼いてるみてえだな。あいつはガルシア、あんたまで来ていたのか。そこにいるのはキーヤちゃん、イリアさんも。リーシャ、キーヤさんは市内でけなげにも独自に避難活動をしていましてね。偶然居合わせたイリアさんと共に保護させていただいた次第です。大丈夫だキーヤ、すぐに助けてやるからな。頑張っていてくれて偉いわ。もう少しだけ待っていて。改めてでかくなったじゃねえか。なあ、ロイド・バーニングス。調印式で見たときは一瞬ガイのやつに見間違えたくらいだぜ。それはどうも。こちらはただただ残念だ、ガルシア・ロシ。あんたならしっかり罪を償ってやり直してくれると信じていたのに。統一国ってのが成立したら望むだけの島をくれるって話でな。ルバーチェ復活のためにもこいつらの叩き直しと指揮くらいは引き受けてやったわけだ。臭い飯を食い続けるくらいなら目の前の勝ち馬に乗りたくなるのが人情だろうな。ルバーチェの復活、そんなことのために。でも、ふざけるな、ガルシア。あんたがそんな玉か。独立国の時、不当に拘留された俺を脱出させてくれたのは誰だ。俺ですら知らなかった兄貴のあり方を話してくれて立ち上がらせてくれたのは誰なんだ。そんなあんたがそんなくだらない理由で新総統に就くわけがないだろう。ロイドさん、そうね、私も納得がいかないわ。おじさまにしたって少しは成長したと思ったが、甘っちょろいところは相変わらずだったが。
半端な覚悟で戦場に出てきてんじゃねえぞ。おや、まさか手を貸していただけるのですか？ふん、まだるっこしいのが嫌いなだけだ。てめえは気に食わねえが、せいぜい役に立ち上がれ、アクラン流。いいでしょう、キリングベア殿。かつての高層時代のように心を躍らせてもらいましょうか。元西風の連隊長と達人レベルの武術使いか。相手にとって不足はありません。サオさん、お覚悟を。頑張ってロイド、みんな見ていて、キーヤちゃん。必ず助けてやる。彼らを乗り越えて。てめえらの覚悟をせいぜい測ってやる。ではお相手を務めさせていただきます。行きますよ。私の刃よ、うがて、行くぞ。いいぜ。さあ、それ。おや。やめ。俺の番かよ。さあ。
よし。やっ、トーク。任せて。さて、お遊びはこれまで。踊りましょうか。暗渠乱開、行くぞ。行くぞ。食いしばれ。よし、それ。ありがとうございます。俺の番だな。封じの刃よ、うがた。許しません。頑張って。アンガドさん、俺の番だな。それ俺の番だな。やっ、トーク。封じの刃よ、うがて。させない。こいつは効くぜ。ぶっ飛べ。許
俺の番だな。今だ。ショーキー、我が愛は無限。任せて。はー、俺の番かよ。さあ盛り上げていこうぜ。さて、おわず。やりますね。えい、ありがとうございます。任せて。やめ。任せて。そんな、今よ。待って、私の番ね。やっ、えい、言い切った。私の番ね。はい、はい、やー、はい、はい、ええ、行くわよ。俺の番かよ。さあ、よし、よし、俺の番だな。やっ、私の番ですね。いいぜ。よし、せっ、覚悟。やっ、よし、せっ、崩した。ショーキー、これで決める。ターライジングサーン。クソったるが。悪いが、先に行かせてもらうぞ。よし、やっやったわ。のレベルアップ。ガキどもがお見事、チャンスだ、行け。リーシャ、エリー、貴様、よし、ライダー、どっか、キア、よかった、怪我はないな。ここまでのタックルができるなら心配ないか。全然平気、ありがとう、助けてくれて。信じてたよ、絶対にまた会えるって。俺たちもさ。イリアさん、大丈夫ですか。イリアさん、リーシャ、そっか、助けてくれたのね。こんなに体力を消耗して。待っててください、すぐ安全な場所に。え、やった。ここまで来れば。まさか、レクターさん、リーシャ離れて。
残念。でも今のに反応できるなんて、さすがはリーシャ、私が見込んだだけはあるわね。らしいな、ロイド。そしてキーアよ、警察犬としての役目を今一度果たしに来たぞ。何？狼だと？所詮は獣だろうが。いえ、それだけではなさそうですよ。聖杯の騎士、今のをかわすかよ。聞いてた通りの達人揃いみたいね。やれやれ、どうやらとんでもないところに来たみたいだ。真相と想像以上みたいだね。マジ君たちまで。こいつが予感の正体か。いい方も悪い方も当たっちまったみたいだな。カラカラどもと共に引くがいい。落ちたる舞姫よ、今この場でお主らの目的はもはや叶うまい。そうみたいね。私というジョーカーも切っちゃったし、弟君たちとリーシャをまとめて捕まえるいい手だと思ったんだけど。イリアさん、一体どうなった？ここまでが。少々物足りない気もしますが、キーヤさんはお返ししましょう。支援課の方々、インドのもいずれまた。ところはこれで引いてやる。せいぜい無駄なあがきをするんだな。見失った、今のお前らなんざ何の障害にもならねえだろうが。な、何を言って。すでに舞台の幕は上がったわ。あなたたちはせめて観客として楽しむといいでしょう。クロスベルを中心に今こそ大陸が一つになる。そんな誰もが夢見た最高の演目をね。待って、待ってください、イリアさん。嘘ですよね。イリアさんが、あなたが町の人たちを、サンさんをあんな風にした。リーシャ、まずは舞台に上がる資格を示してみせなさい。物語の役を勝ち取れるかどうかはアーティスト次第。楽しみに待っているわ。